まあもともとその砂田と一緒に立ち上げる時から、まあ5年ぐらいをめどで手伝うみたいな話はもともとしてて、長崎ばっかりやってるばかりわけにはいかないっていうふうにハーフだとなっちゃうじゃないですか、世界のサービスしていくためには。僕はどっちかというと長崎にもう少しこだわっていきたいし。大瀬良さん、39歳、長崎市出島町生まれです。広告会社の勤務を経て、2019年、定額制宿泊サービス、ハフを立ち上げました。旅行業界にサブスクという概念を持ち込み、好きな場所で働きたいリモートワーカーの需要も取り込んだハフは、コロナ禍でも波に乗り、去年4月時点で売上は前年比6倍に。国内18の施設から始まった提携拠点は、国内外で1000を超え、右肩上がりの急成長を続けています。しかし、大瀬良さんは去年7月、共同創業者の砂田さんに社長の肩書きを託して独立。長崎を面白くする新しいアプローチに取り組み始めました。長崎油淋鶏、中華料理とかけたという油淋鶏、聞いても謎の油淋鶏。東京の家も売り、個人事務所を立ち上げたという大瀬良さんを訪ねると、東彼杵を回ってご当地グッズを集めていました。ありがとうございます。一月かけて県内を回り、集めたグッズは30箱。ランタンフェスティバル開幕の日に開いた油淋鶏のイベントで、ある人たちにプレゼントしました。ありがとうございます。どちらか。和歌山県です。ありがとうございます。今回長崎何回目ですか。初めてです。いらっしゃいませ。今まで縁はあったんですか。全くないです。僕はこのことなかったです。長崎油淋鶏とは、大瀬良さんと県がタッグを組み、去年11月に立ち上げたオンラインコミュニティです。五島の食堂のお母さんからお昼のランチ引き換えと。スタートから3ヶ月、会員は現在345人、半数が県外です。オンラインで長崎の人と暮らしを発信し、リアルでの訪問につなげてもらおうという試みで、お土産箱は県外から来る会員の特典として用意されました。今回はランタンを空にあげようという誘いに応じ、多くの油淋鶏メンバーが長崎に。旅好き、人好き、面白好きの人に刺さる新しいコミュニティとして、異彩を放つスタートを切っています。油淋鶏なんですか。金沢でフランス。フランス？勝手に長崎ファンになって、勝手に長崎 PR をしてるんで。どちらからですか。神奈川県から。神奈川県。長崎ワードを調べたりしてたら、油淋鶏が出てきたんで、申し込んで。初めて長崎に来るのに、結構いろんな情報を LINE グループとかで流してくれてたので、あ、こんなことできるのかなとか、こういう人がいるのかなと思うので、結構安心したりとか、楽しそうだなっていう気持ちが高まるっていうのはありますよね。皆さんのウェルカム感があるし、そうやって人と出会うことでまた帰ってきたいなって思えたりもするので、より旅が楽しくなります。油淋鶏みたいにちょっと大きなオンラインコミュニティ作ってるところはまだ知らないですね。でも多分今後増えてくんじゃないかなと思います。縁もゆかりもない人たちが、長崎の文化、人、暮らしに関わるきっかけを増やす場所、それが長崎油淋鶏です。長崎って社会課題がもちろんたくさんありますと。人口減少とか少子高齢化とか、いろんな問題抱えてるけど、問題だらけでぐわーってなってる町よりは、面白いことやってる人たちがいっぱいいるって言われた方が、少なくとも他の町に対して好きになる可能性が高いと思うので、長崎もそうであってほしいと思うし、でそういう場を作りたい。イメージしているのは、かつての出島のように外から人と知恵が集まる長崎。そのためには世界の多様な働き方も受け入れる懐の深さが求められます。
世界の新市場として注目されるデジタルの窓とは。デジタルの窓、IT を活用し旅をしながら働く人たちのことで、世界に3500万人いると言われています。油林地と並行して大瀬良さんが続けている勉強会では、41カ国200都市を回ったという現役のデジタルノマド、朱明奈さんたちに最新の情報を学びます。おすごい、これはもうノマドリストですね。年収1000万、自分の仕事を持っていて、で、 できれば自分のお気に入りのところで長期で滞在したいという人たちが多いので、東京っていう大都市だけじゃなくて、そこからローカルの人しか知らないような、そういうところに逆に行きたいっていう声がすごい多いです、うん、なるほどですね。10年住めって言われると結構辛いなって思うんですけど1ヶ月だったらできそうみたいな。そうね、はいはい、1週間だったらこの坂道は長崎っぽいなみたいなこと感じれそうみたいな、はいはいはい、まあ、そういうなんかある種課題なんだけども、そのデジタルノマド的な尺度でいくとありかもっていうのって、うん、多分いっぱい眠ってると思うんですよね、うん、食べ物とか、うん、住むとこ含めて、うんうん、日本の端っこみたいなところでついついうなっていたけれども、世界からするとそんなのちっちゃいもので、まあ、マデイラ諸島みたいなところまで世界中の人たちが集まるわけだから、やっぱりこうあまり交通アクセスがどうこうというよりは、この人がいるから長崎に行ってみようと、もう当然まだまだ現金しか使えないしっていうのがあるかもしれないけど、それでいいという形で一人ずつ一人ずつ多分呼んでいくことで、この長崎がデジタルノマドの聖地として広がっていくと。ありがとうございました。この街ってやっぱ外から面白い人が来て、それを受けてチャンポンするっていう、まあ、このメカニズムでこう長崎市自体は大きくなってきたというか面白くなってたと思うんで、それがその油林地だったりとか、まさにこういった勉強会もまさに外から風を呼んでっていう、まあ、自分ができる限りのことを無理せずやっていけたらなっていうのは今後も思うし、これはなんかビジネスやりたいというよりはなんか生まれてきた使命というか、なんかそういった感覚で今走ってるとか気づいたら走ってるみたいな、すごい嬉しいんですよね。自分がやっぱ外から来た人が長崎を好きって言ってくれたりとかするのを見たい。長崎に暖かくも刺激的な風を。さまざまある価値観を受け入れ分かち合う豊かさを、古くから外国に開かれてきたふるさと長崎から実現していくために、大瀬良さんの旅は続いています。